バーってくすると西日強っ強いね、もう急に来たね。誰が強い誰キャッチボール相手。はい。キャッチボールライでこの人？何のチャンネルですか？うん、サブちゃんです。サブちゃん。サブちゃんです。はい、どうも、翔平 TV です。そして、うどんとみかんのみかんくんです。ゴイザース。めくるくんです。レイワース。いや、ゴイザースみたいにレイワーを使うな。レイワースって最近やってる。はい、お願いします。はい、今日はね、はい、対談ということで、はい、まあ、あの、はい、初めて僕会うんですよ。初対面近所めくるくん本当に初めまして初めまして初めましてよろしくお願いします。なんか俺の前ですんなと思って俺の前でうとしな繋げてくれてる繋げてもらった私役になっております。そうですね、は YouTuber さんと芸人さんの。そうですね、みかんくんとはね、はい、結構コラボとかそうでますね、はい、持ってますね。そうですね、編集も教えてもらってるんですよ。へぇ、仲いいんすね。じゃあ仲いいですよ。よくテレビ電話したりします。テレビ電話でここどうするのみたいな教えたり。ゲイゲイじゃないっす。ゲイじゃ真面目なんで。芸人やけど、ね、真面目なんで。ゲイゲイゲイ、はい、いや僕見てましたから、はい、いや本当ですか。翔平 TV 僕といえば何ですかね。やっぱりスライダーでしょ。スライダー鬼スラ鬼スラ、あのやっぱスライダーの人っていうイメージですね。ああなるほど、うん、あれだよ。めちゃくちゃ球も速いしね。いや球速いね。一回ね機会やったら対決したいなみたいなね。そうですね、対決したかったんですけど、ちょっとありました。肩ちょっと投げすぎで、あ肩今やってまして、それがちょっと叶わなくて、今日本当申し訳ないんですけど。いやいや全然いいですよ。治ったら本当にそうね、そうですね、やらせてもらって、はい、ガチでやっていきたいなと。めくるくんといえばあの、はい、ね、今話題の、はい、レイワースイング、ちょっとね、うん、あれ相当動画でもね、いろんなね、うん、ネットとかテレビとかでも激回りですよね。もうやらせていただいて、いやだからこれこんな回ってるんだと思って自分でも、うん、意外とだってこうやってレオスイングのおかげで翔平さんとか、うん、あと他の YouTuber 野球 YouTuber ってこんなにいっぱいいるんだと思って、うん、確かにいっぱいいらっしゃって、で、うん、その方から連絡来て、うん、三河さん通じてこうコラボしてるとか最近増えてるんですよ、うん、ボナ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 ルチャンネル、ね、はい、ボナボナはもうあのスライダー動画立ててもらったんで、うん、うん、はい、なんかめっちゃすごいらしいっすね。80万再生ぐらい、めちゃくちゃいってるな。だって令和スイングの動画でもあれ多分37万回ぐらい、うん、あ本当ですか。でもめちゃめちゃ、でも僕らその YouTube を最近からやったので、うん、どのぐらい何回再生がすごいかの、うん、この感覚がまだ分かんなくて、うん、でも30万回でもだいぶやばいですね。だいぶすごい、だいぶすごい。10万回超えたらそれはすごいと思う。10万回方が1個のこのそうラインというか、うん、それで80万、80万再生した。これはやばい。まあ、単純計算80万人の人が見てくれてるみたいな感じのことでもあるからね。そうです、うん、ありがたくてね、嬉しいんですけども、はい、そんな感じで、うん、令和スイングってあの元々そういう持論というか自分で理論がこうあったんですよ、昔から。いや元々あった引き出しではあったんですよ。令和スイングって何かって言ったら、うん、このバットのヘッドをこう変えるこの瞬間に、うん、僕は変えるって言ってるんですけど、この瞬間にこう当たるとめっちゃ飛ぶよっていう、まあ、理論、まあ、簡単に言うと、うん、結構え飛ばします。ガンガン飛ばしますよ。結構ガンガンですよ、ね、あのちなみにまあ僕はマンブリなんですよ。マンブリで、はいはい、ああもうかっこいいやつね。で125ぐらいとか。もうね、はい、すごいね。いたと思います。見ました見ました。はい、いや令和スイング別に見なくていいっすよ。マジですか。だってもうそんぐらい飛ばせるんだったら。いや見たいっすよ俺でも。いらないない僕言ってますけど、令和スイングをあの教えたい人は理論がない人、飛ばない人。うん、この方限定なんで。なるほど。125飛ばすでしょ、はい、見なくていいよ。受け付けておりません。見してください、見してください。こっちより多分飛ぶから。絶対。受け付けてないんです。受け付けてないんです。まあ、引き出しの人にね。そうですね。そうですね。しかもパワーいらないですもんね、レイマス。僕あんまいらないと思うんですよ、ね。で、僕もずっとそれこそ2番セカンドとか、うん、補欠だったんで、うん、マンブリ系に憧れてて。うん、マンブリしてたんですよ、僕。レイマスイングの前に、うん、フライボール革命、うん、流行ったじゃないですか。うんうんうん、もうこんなん上げて。ガーみたいな、そうそうそう、これあれは逆にこの返さないですよね。あ、なるほど。プレーボールはこうやってそのままこうガーみたいな、これを返さずに持ってくみたいな。あ、でこれで確かに超絶度上がったんですけど、うん、やっぱこのね、僕はこうやると切るんですよね。切ったりポップフライ上がってするから、うんうんうん、しっかり乗らないと飛ばないなみたいな印象。うん、やっぱこのこれをそんな中開かない
開きたくなかったんで、開かないために僕こうやってピッチャー側にこう入れたんですよ。あ、でピッチャー側に入れて、このめっちゃ力抜いて、その日あの夜勤明けで僕寝不足で、はい、試合で、はい、もう眠いわと思いながら、でバッティングも調子悪いし、もういいやと思って、とりあえず開きたくないからもう軽く握ってこんな感じで脱力。マジで、もうマジですよ。骨折れてますね。もうこんなこんなもん脱力だわ。あの坂本選手みたいな。なるほどね。モノマネする、うん、はい、うん、これでそのままクリンってやって返しただけなんですよ、うんうんうん、でライトオーバーですよ、めっちゃ暗い、2打席連続で、うん、あれと思って、これ何なんだって、うん、ちょっと詰めてって、うん、できたのがレオ選手。これは楽だわ。夜勤明けから生まれたんや。これ夜勤明けから生まれました。へー、あのタイミングを外れて変化球をこういう風にチョンって打ってホームラン打ったことあるんですよ。これってもしかしてそういう意味ですか。めちゃ令和です。めちゃ令和。めっちゃ令和戦です。やっぱり。本当だからあれの正体ですよね。そうですよ。このちょこんと当てて、おお、なんか飛んだみたいな。そう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 。あれでも意味、原因分からなくないですか。分かんないです。なんで今飛んだんだろうみたいな。あれみたいな。まあでもいっか、なんか当たりどころが良かったんだろうなーで終わらすんですけど。そうなんです。これなんですよ。実際あれなんですよ。実際あれを常時できれば、便利なんですよ、多分。あ、そうですよ、ね。その、これがあったら、もっと簡単に打てる。プラス自分の、例えば、マンブリ系のスイングを合体いろいろさせれば、多分、マジで140ぐらい、下手じゃ飛びますよ。確かにね。まず、開かないっていうこと。開かない。うん、まあ、これはまあ、もう普通にみんな言いますけど、でも、開かないって意味わかんなくないですか。具体的に、どうですか、翔平さん、こうやって振るんですか。あ、そうそうそう。まあ、でも本当そういうことなんですけど、意識としては。意識としてはね、もうまず真横に振れなんですけど、うん、まあ、こんなって受けてるわけないんで、うん、全然当たったら開いてもいいんですけど、ちょっとツイストに近くて、うん、この当たる瞬間にこうボールが後ろにこう打ってるのはなんかこういう感じなんですよ。腰で回転もしたいんですけど、うん、どっちかというと上半身から回してあと腰回す、うん、なんか それをすると胸をもうあまり見せたくないんで、こう抜かす感じ、ヘッドをこう先に抜かしてあげて、ガーみたいな感じで、で上から行くと難しいじゃないですか、はい、ちょっと縦振りにするんですよ。下から入れてこういう風にする、ここにするといい感じで、うん、2つ目、脱力、はい、脱力です、はい、脱力はもうまあやっぱりピッチャーも、うん、守備も、まあ、バッティングにも全部共通する、うん、ここファーってくると西日強っ、もう急に来たね、誰が強い、誰が雲を、誰がどかした雲西日まぶいな、目開かんのよ、さっきから何やろ思ったもんな、うん、急になんか金ちゃんの話入ってけんなった、これ冷やして、うん、冷やして、ほかの、このボケ今日6回目ぐらいやね行きの車からしてんのよ、これ冷やして、うん、メモ、ええのよいいの持ってんのよ、翔平さん、翔平さんいいの持ってんの、めちゃくちゃかぶせてきてもお前ね貼らないで、ほんとに翔平さんも、まあ、野球ある程度も分かってるし、うん、上手いと思うんで、あれですけど、翔平さん、なんでかかるみたいな、なんでちょっとどうやったの、フルハウスみたいでやるでも、脱力って、すごい難しいじゃないですか。難しい。これ、分かるけど、できないみたいなところないですか。分かるけど、できない。これ、やっぱこの、いい球来た時に、行きたーってなったら、やっぱこう、欲が出て、うん、とかね、そう、できんならね。ピッチャーに集中して、ギンってやっぱ見ない方がいいです。ギンって見すぎたらもうクッてなるんで、うん、だからこのぼやーっとこうなんか、グラウンド全体を見るぐらいの方が多分いいです、集中しすぎても力みが原因になっちゃう、うん、ガーンってなって、それ分かるわ、ちょっと記録がこうないぐらいの、そう、ちょっとバテてるやる気ないなぐらいの、ぐらいの方が、うん、モノマネの坂本さんみたいな感じ、マジあれ結構いいですよ、このお姉さんが、あんまりないですよ、あれ、顔はやりすぎやけどね、うまいな、ほんでうまいな、ほんでうまいっすね、やってたどんなに力ない人でも、うん、飛ぶんじゃないかな、坂本は普通にもうねいけんじゃないかなって、ね、もう確率よくね、坂本、うん、が、うん、そうですよ、うん、翔平さんはそういうの、スライダー講座とか、いや、ないっすね、ピッチン講座、いや、翔平さんでもやっぱうん、ないっすね、僕はもう動画でも、来なくても動画で見れるんで、動画出して見て学んでもらって、なるほどね、ビジネスにはしてないと、全然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 、なんか僕がすげえ悪者みたいな感じで、ゴリゴリビジネス、でもほら、でも向こうボランティアですから、入場無料ですから、ああ、そう、あとビジネスの話した瞬間西日すごい繋がってきた、おい、すごいんだよ、なんだその俺の心見透かしてるような、おい、汗引き汗引き、汗引き、いやこれほかのこれもう、ほかほかも、
やめてくれ、ルーティン決まってきましたね。決まってきました。西日来たら合わせて。こちら女子プロ野球2019秋季リーグ全33試合関東で開催、日程はご覧の通りとなります。皆さんで女子プロ野球を応援しましょう。詳細は動画概要欄の女子プロ野球ホームページにてチェックの方をよろしくお願いいたします。そして次の告知、こちらのサイン色紙を3枚いただきました。3名様にプレゼントしたいと思います。応募条件はですね、共演 TV のチャンネル登録、そして熱いサインが欲しいコメントをぜひともよろしくお願いいたします。当選者にお名前を聞きまして、須崎選手、ここに当選者のお名前を書いていただきます。大丈夫ですか、はい、いいですか、はい、ぜひともよろしくお願いします。本日のご視聴ありがとうございました。もしこの動画がいいと思ったら、チャンネル登録、コメント、グッドボタンよろしくお願いします。 Twitter、Instagram もやっておりますので、フォローの方よろしくお願いします。今後動画でやってほしいことがあれば、コメントにどんどん書いていってください。お願いします。また見てね。